ちは、田辺美咲です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回のウィズチャンネルは夏のおしゃれなモノトーンコーデを3つご紹介します。モノトーンでまとめた服装は大人女子にぴったりのスタイルです。よかったら参考にしてみてください。1つ目のコーデは黒のフリルワンピースを着用したきれいめなモノトーンコーデです。こちらのワンピースは袖のフリルがとても可愛いきれいめワンピースです。フリルがついているので女性らしい印象を与えてくれます。合わせる小物や靴によって普段使いから出勤デートの時などオールマイティに使えるワンピースです。夏らしく足元はクリアサンダルを選び、重くなりがちな黒コーデにぴったりです。モノトーンコーデは配色バランスが大事になります。黒のバランスがほとんど占めていますが、手首、足首、デコルテが見えればそこまで重く見えませんし、さらに小物に白を持ってくると黒の良さも引き立ちます。シンプルなものを合わせた方がまとまりが良くなるので、シンプルな小物を選ぶのがおすすめです。黒のワンピースでもフリルがついているので女性らしさもあります。女性らしい黒コーデにしたい時はプリーツやギャザーが施されているものやエアリー感のある素材を選ぶと黒でも可愛らしい女性スタイルが完成します。2つ目のコーデは黒のテーパードパンツに白のフリル T シャツを合わせました。私もそうですが、出勤スタイルなどでよくテーパードパンツを履くと思います。少し大きめのシャツやシンプルなトップスを合わせがちですが、ボリュームのあるトップスを選ぶことで一気に華やかさが出てマンネリ化するテーパードパンツのコーデも女性らしい可愛いコーデになりますよね。こちらのトップスはフリルのボリュームが大きく二の腕も隠せるので、ノースリーブが苦手という方でも着れるトップスになっています。またボリュームがあることで小顔効果も期待できます。テーパードパンツ以外にもデニムやスカート、何でも着回しすることができるのですごくおすすめするトップスです。こういった白黒を合わせたモノトーンコーデは白と黒の割合が半々くらいの場合は少し硬い印象に見えて制服っぽい印象を受けてしまうことがあります。そういう時はこういったモード可愛いトップスを選ぶことで制服感を回避することができます。また大げさぐらいの華やかな要素を顔周りに加えるとモードな大人可愛い雰囲気に見えます。3つ目のコーデはユニクロのトップスにレザーのプリーツスカートを合わせてきれいめなコーデにしてみました。シンプルなモノトーンコーデはシルエットや素材選びが重要です。それによりおしゃれ度がアップします。レザーのスカートを選ぶことによってシンプルなコーデでも高見えしますよ。トップスが袖のあるものなので髪の毛をくくって首元をスッキリさせてみました。同じ白と黒の組み合わせでもトップスが白でボトムスが黒とトップスが黒でボトムスが白では受ける印象が全然違います。黒の部分が特に引き締まって見えるので引き締めたい方に黒を持ってくるのがおすすめです。モノトーンコーデは黒や白、グレーの無彩色だけで作るコーディネートのことです。色味の相性を考えなくていいので比較的簡単に組み合わせられるのがメリットです。モノトーンコーデをおしゃれに見せるには全体のシルエットや素材選びにこだわるのがポイントです。また黒や白の配色によって印象が全然違うので叶えたい印象によって配色バランスを変えてみてください。アクセントカラーの小物やアクセサリーをプラスするのもポイントです。キリッとして見えてきちんと感があるモノトーンコーデは大人コーデこそ活用すべきスタイルです。動画はいかがでしたか？モノトーンコーデの時の小物使いなど参考にしていただけたら嬉しいです。よかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。